はい、どうもミニマリストコウです。本日はミニマリストデブさんに259個の質問をぶつけていこうと思います。というわけでデブさん、自己紹介の方お願いします。はい、どうもこんにちは、ミニマリストデブです。 A 編のトップミニマリストです。お願いします。4チャンネル、おはようございます。フィッシュオイル。今日はね、 B グループのトークの社長にお会いしに行きます。ミニマリストデブさんと合流。ハムカツとコロッケ。ハムカツ、うまい。これから B グループのオートディーラー東京へ突入したいと思う。じゃあ行ってきます。この車のこだわりポイントは何でしょうか？いや、もう見て分かる通り。うん、見て分かる。タイヤがついてる。だからやっぱり結構物減らせない人がいると思うんで、まずタイヤつけよ。うん。そして翔太さん。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶり。メイド喫茶ぶり。渋さんの交流会ぶりの翔太さんとデブさん。遊びに来ました。遊びに来ました。はい、どうもこんにちは。ミニマリストデブです。本日はミニマリスト豊さんにバイク乗りとミニマリストに共通すること3875個を聞きたいと思っております。では、豊さん、自己紹介です。はい、ミニマリストどうです。マイク乗ってます。お願いします。お願いします。どうぞです。そろそろ特の社長を召喚していただいて、お願いします。かしこまりました。イエーイ。はい、行きますよ。行きましょう。 OK、 行きます。お邪魔します。お邪魔します。で、翔太さん、お願いします。翔太さん、どう、テンデームになってます。デブさん、どうですか、久しぶりの車は。あ、いいっすね、なんかいい運転します。どうぞ。はい、どうも。ハマーが止まってきた。4チャンネル。それでは徳野さん、はい、遊びましょう。はい、今日遊びましょう。ウィス。足全開で伸ばしても徳野さんに届かない。徳野さん、お久しぶりです。お久しぶりです。この前の交流会ぶりで、はい、今日お願いします。お願いします。よいしょ。とりあえずお腹空いたんで、デニスに行きましょう。イエイ。ベーコン来た。オムライス。ちょっと路線変更で、はい、徳野さんを婚活に連れ回します、はい、お願いします。運転手は翔太さん。よいしょ。お願いします。助手席は僕です。後ろな。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。床暖房ついてる。あったか。 あったかそう。あ、デブさんの足がめっちゃあったかそう。何撮ってんだよ、やめろよ。演出のためにこぼしていただいて本当申し訳ないです。いやいやいや、天才。これ車用？普通の。あ、普通の。普通の駐車線で。ミニマリストハウスお掃除中です。はい、ね、あの西君がネタを提供してくれたんで。すごい、ようやった。だいぶ綺麗にしておきました。おお、すごい。ありがとうございます。頑張った頑張った。運転手お願いします。あ、ありがとうございます。お久しぶりです。交流会ぶりです。これが有名なの。これが海苑へお邪魔します。帰ると、あ、はい、楽しんでいきます。アキさん、ありがとうございました。じゃあまた会いましょう。電車に乗ります。乗ります。みんな黒い。コンカフェに行きますよ。え、そうなんですか。コンセプトカフェに連れまします。あ、行きましょう。初めて行きます。初めて行きましょう。いろいろありましたが、路線を変えてコンセプトカフェ行きます。行きましょう。行きましょう。どうですか、リアルメイドさんは。いやー、すごいっすね。びっくりしちゃった、マジで。こんなおるんですね、メイドがね。そうそう、もうそこら辺におるんで、うん、今日平日だから若干少ないと思うんですけど、1回しか行ったことないんですけどね。でもメイドカフェじゃないですもんね、今日行くのは。今日行くのはコンセプトカフェです。こんな感じでございます。楽しい。何のコンセプトですか。あ、天使がコンセプト。天使、天使。髪の毛でも農場。ちょっと今回ってきます。ちょっと回ってきます。はい、あです。ペーパーレスなんです。ちょっと僕タバコ我慢してるんで偉いんで、今日も映ってます。ああ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。偉い。秋葉原歩いてる徳野さんとかマジで出やすいわ。マジで面白い。ね、いいじゃないですか、これで。これ。なんかあるんですか、これ。パフォーマンスがいろいろあります、ね。ある。じゃあ忍者カフェ行きましょう。うん。行ってみます。トークノさん、いかがでしたか。いや、忍者カフェどうでした。そうですね。まだ終わりちゃうやろ。
いやいや行きましょう行こう行こう行こう。じゃあ俺マジ言わしてほしいから結構意外といろいろ楽しんではったからよかった。いろんな注文して経験ですから。手裏剣どうでした？手裏剣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 はショウタニンニンとショウタニンニン負けましたね。負けました。ショウタニンニンに負けた。そうね、フォーニンニンとデブニンニン下でに喋ってる間に、そう徳のニンニンめちゃくちゃ盛り上げてたな。俺らな、俺らで盛り上げたよな。盛り上げた。そっちが修行だったっていうね。オッケーオッケー。え、ちょっと徳のニンニンこの後どうします？この後やっぱ軍服ニンニン軍服で行きます。サウナ行く。オッケー。じゃあちょっとねサバゲーしたかった徳のニンニンが次はね軍服ニンニン行きましょう。軍服は軍服は軍服は徳のさん第2ラウンド軍人喫茶へ行ってきます。はい、徳野さん、はい、本カフェ2軒行ってきました。いやー、だいたい事情が分かってきましたね。事情分かってきました。はい、どうでした？勉強になりました。勉強って今後のね、徳野チャンネルできっと生かされると思うんで、はい、そうですね。ぜひとも、はい、はい、ありがとうございます。あ、最高。こちら、ゴーゴーカレーに行きます。いただきます。おー、まあ、いいですね。お先です。はい、どうぞ。ごちそうさまでーす。楽しそう。オッケー、じゃあアブバーに行きましょうか。あ、ゴーゴーカレーあるっすよ。はい、お願いします。アブバー、行きます。はい、行くよ。聞いてねえ聞いてねえや。徳野さん、これからアブバーへ潜入してもらおう。早く早く早く行きましょう。はい、お疲れ様でーす。4チャンネル。はい、じゃあまだまだ行きますよ。移動しましょうか。とりあえず上野へ行きます。映ってる暗くて何も見えんな。ショットさん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。またお願いしますね。いや、マジでしんどいっす。邪魔って、邪魔やから。で、ジャン勝ちだから。ジャン勝ちか、ジャン勝ちか。勝った人が、みんなに払わすわけにいかんすからね。ありがとうございます。ついていきます、先生。みんな逆に負けるってことはちょっとおかしい。一番年下。男気がない。そして、空の果てまで。え、若葉原行くんすか？マジですか？マジ行くんすか？行く？行っちゃう？知らんすか？でも、デブさんがいたら離婚。ニューハーフ、行きます。はい、じゃあお疲れです。はいはいはい、ハイボール、はいハイボール。じゃあダーツでバトりましょうか。どっちにかけますか？じゃあもうね、本当にワンキルするんで、はい、できんかったらもう負け認めてください。ラスオさん先行はもらいます。よし、いきます。優しい。いきます。横、あ、横で。じゃあこれでとどめさすんで、翔太さんありがとうございました。楽しかったです。はい、さようなら。あ、徳野ちゃん、徳野ちゃん、徳野さんのターン、いけるかな。おい、よし、はい、よし、徳野さん、え、また、うわ、あ、やばい、よし、フォーのターン、大丈夫かなこれ。おい、でもだから翔太さんが敵じゃないってことは俺も知ってやる。ミニマルトレット、時期に合う。へえ、すごいですね。はい、2連勝しましたが、どうでしたか？まあ別に嬉しくもなんともないですけど。やるべきことをやったという。4チャンネル終わりました。徳野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。いや、良かったですね。1000人いったらコラボお願いしますね。もうちょっと欲しいですね。1500人7万人いったら、ありがとう、ありがとう。ちょっと見下ろすのやめてもらっていいですか？ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて、バイ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 。まだまだ、うっすうっすうっす。
気をつけて、バイバイ、ありがとうございました、また会いましょう、バイバイ。はい、北基地終点ギリギリでしたね、楽しかった、帰ってきました、おやすみ。